白や黄色や赤やピンクや、よいしょ、男2人で登ってうわ綺麗って言っとるのがちょっとキモいけど、キモいな、うん、しかしあれだね、このこっちの登りは正解、下りでもあれだけど、うん、正解だろ。え、おー、なんか違う、なんか変わった花がある。アザミ？え、これアザミ？違うね。あ、これがアザミか。見たことないのが咲いとった。うん。うん。あ、それっすか？それ。これやろ？これ。うん、そうそう。うわ、めっちゃある。これ、アザミだけはわかる、俺。こんな咲いてる。写真撮りたいけど。うん、写真撮りましょうよ。写真という名の休憩を取りましょうよ。写真という名の休憩か、うん、はい、これはカメラがさんあれ、帽子が今更やけど変わっとる、ゴルフ用の帽子やブリヂストンじゃないですか、さっき分岐がありまして、標準タイムが1時間40分だったんかな、はい、1時間40分ちょうどできました。で、尾根歩きに突入してます。標高が1700メートルぐらいですかね。別当出会いが1200ぐらいって言ってたんで、ちょうど500メートルぐらい登ってる感じになってます。ちょっと雲が、まあ日陰でちょうどいいかな。次は殿ヶ池っていうところまで進んでいきたいと思ってます。1時間20分ぐらいで行けるみたいなんで、よいしょ、あ、またぼちぼち進んで行こうと思います。五十嵐さん、もう一個あった段差がある。これは多分登れないかな、うっ、あぶね。さあ、あの人多分登れない。あそこにちっちゃく山小屋が見えてますけど、見えるかな、あそこ、なんやろ、さあどう行く、さあどう行く、はい、滑るんだよな、これがな、よいしょ、あ、もうこれ見て、完全登れやんやつ、そういうパターンか、低下しましょうか、刺さらんもんだ、これで、これが低下しましょうか、うるせえ。いらねえよ。いらねえよ。72歳。いらねえよ。頑張れ。滑ったら、ドテーっていくだな、うん。低下しましょうか。あ、登った登った。登った。よし。さあ行きましょう。本当やな。これがおにぎりかな。こっちがおにぎりですか。取っとこう。あ、トンボが止まってる。あ、逃げちゃった。でっかこいつ。でっかい。これくぐっていくやつ。五十嵐さん、くぐっていくやつ。あ、本当や。楽しいね。はい。これなんか乗ってましたね。そうか。はい。天井だね。何やったっけ。名前忘れました。暑いね、うん、よいしょ、なんかいいことあるかな、これあ、追いついた追いついたこれな、何やったっけ、これネットに載ってましたよね、これ、あーね、あー載ってる、ここが
そうと室堂までの距離的には半分ですね。あ、本当だ、3キロって書いてある。はい、本当や。3キロ、3キロ。ここから2キロ圏内に入るときは、はい。ここから中入るときは、はい。登山届を、はい。必ず出しなさいと。覚悟がいります。新しい。この先、河口域から2キロ圏内。へぇ。あ、素晴らしい。これ休憩しろって言うとるんじゃないぞ、ここ。素晴らしい。気持ちいい。風が気持ちいい。おお、すげえ。ね。超気持ちいい。なんか言ってる。聞いてますよ。あそこに避難小屋が、殿ヶ池避難小屋かな。あれ、山の先端が見える。小屋到着。よいしょ。よいしょ。殿ヶ池避難小屋。避難小屋到着です。10時10分かな、17分か。6時35分スタートなんで、何時間やろ。え、4時間弱。30分だから4時間、3時間半ぐらいですか。3時間半。3時間40分ぐらい、うん、到着。何やったっけ、区外層。くがいそう。よし、いっぱい咲いてます。ちょっと待ってよ。くがいそう。よし、完璧。完璧。間違って泣ければ。もう物分が悪くなって。教えてもらいました。くがいそうです。あ、取っとるし。いやー、しかしもう花がいっぱい、ほら。見えるかな、これ。映っとるかな。殿ヶ池越えたら花がいっぱい出てきました。わ、ここもいっぱいだな。これはなんていう花で、これはなんていう花。そう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 、ね、なんだこりゃ。五十嵐さん、これピーマンのなんか変形したみたいなやつがいっぱいある。見よう、これ本当にいろいろあるね。うん、ピーマンの変形、すごい。あかん、進まん、これ。全然進まん。うわ、これ花ばっかやろ。すげえ。なんていう花かわからんけど、花だらけ。咲いてください。本当に困ったもんだね。うん。花だらけ。この上りは正解。下りでも悪いだけど、うん、正解だよ。すごいなぁ。ぐるっと花だらけ。あれがさ、はい。五十嵐さん、帽子が、もしかしたら俺ら死んでません？なんで？お花畑渡ったんで。あかん、あかん、あかん。あれだ、三途の川だ。天国でしょ、これ。これはもう、三途の川渡った時には、天国があるけど、うん、はい。これ天国でしょ。川渡ってないからさ。あ、そっか、川渡ってないか。綺麗。
水。ハイマツがポツポツ出てきました。うん、ま、超うま。天国天国、うん、だけど万部島で山頂行きますか。